ジャストサイズですっていうやつを、はい、はい、試着室の洋服屋さんの話です。すいません、これ試着してみていいですか。はい、こちらのトップスですね。靴を脱いでお上がりください。まあ試着室入りまして、お客様いかがでしょうか。あ、はい、一応来てはみたんですけど、お分けしてよろしいでしょうか。はい、しゃ、あ、いいじゃないですか。そうですか。はい、すごくお似合いですよ。本当ですか。首周りが少し苦しい気がするんですけど、ちょっと小さくないですか。比較的タイトに着こなすタイプのトップスなので、これがジャストサイズです。あ、そうなんですか。でも背中丸出しですよ。ええ、ジャストサイズです。このチャックの部分当たって痛いんですけどね。はい、ジャストサイズですから。あと、これよく見たらタグにスラックスって書いてあるんですけど、まあ、でもジャストサイズなんで、あ、じゃあこれくださいっていう。なんか洋服屋さんって何でも褒めるじゃないですか。その感じはちょっとやりたかったっていう。結局スラックスをこう着てたっていう。はい、これ絵どうしましょうか。絵像いいですか、うん、本当に人にスラックス着せたいですよね。なるほど、股のところから顔だけ出してやりたいですね。背中それは丸出しになるなっていうことですね。あ、じゃあこれは一つ映像もできたっていうこと。はい、続いて映像もなるんですね。バーの話です。あちらのお客様っていうバーの話です。お客様お待ち合わせですか。ああ、そのつもりだったんだけど、どうやらすっぽかされちまったみたいだ。そうですか。ではこちらをどうぞ。カクテル？こんなものを頼んだ覚えはないけど。あちらのお客様からです。あちらのって、あの赤いドレスの綺麗な女性かい？いえ。じゃあその隣のショートカットの？いえ。じゃあその隣のお金持ちそうなご婦人が？いえ。じゃあそのもしかしてその隣のスーツを着たサングラスの男性が？いえ。じゃあそのスーツを着た男性に寄り添うタンクトップ姿のマッチョの男が？いえ。じゃあその隣の一見おじいさんだかおばあさんだかわからないあの老人が？いえ。じゃあその隣の鎧兜を着た戦国武将的な人物が？いえ。じゃあその隣の身長3メートルあるかというあの巨大で毛むくじゃらな生き物が？いいえ。っていうかいつの間にか満席だったんだね。はい、帰ってもらってもいいですか。そういうことね。っていう。はい、満席だということを伝えたかったっていう。これなんかすごいスネークマンショーっぽいかなって思ったんですけど、まあでもなんかさっきの怪獣になんかね、こう触発されたような感じがして、いろいろこうあの人っていうのが出てきたら面白いよね。うん、なんかこうそれぞれパッて映画出てくるんですよね。だからスターウォーズの昔の映画にあのどっかのバーがあって、はい、世界なんかいろんな宇宙から来たかあの人が、はい、いろんな人がいるって、あれいいですよね。そうですね、はい、ほんとそんな感じですよね。すごい長いバーカウンターに人影だけが見えてて、だんだんそれが見えてくるような映像が、ね、ああ、はい、それじゃあケントさんよろしく。そうですね、手書きです。奥からこう手前にこう来るんですかね。ああ、なるほどね。あとは何がありましたでしょうか。そうですね、そうですね、いいことあったみたいな顔っていうのを言いましょうか。はい、タクシーの話ですこれ、はい、僕じゃあ運転手やりますか、はい、お客さんどちらまで。銀座までお願いします。かしこまりました。お客さん、なんかいいことでもあったんですか。え、なんかいいことあったんでしょ。いや別にないですけど。またまたいいことあったって顔してますよ。私もねこの仕事30年やってますから、お客さんの顔をパッと一目見ただけでもうすぐわかりますよ。今まで外れたことないですもん。お客さんいいことあったでしょって言ったら大概、お、運転手さんわかるって言いますもんね。いや、本当にあの、あ、
それで銀座だ。パーッとやるわけだ。いや、やらないです。じゃあなんで銀座なんか行くの？会社が銀座なんで。ないよ、会社、銀座になんて。ありますよ。あ、そう、あるんだ、銀座に会社。飲み屋しかないと思ってましたよ。で、本当はいいことあったんでしょ？いや、本当にないって。何も？はい。じゃあ何もいいことないのにそんな顔してるんですか？え、僕そんなにいいことあったみたいな顔してました？してますよ。あの、いまいちわかんないんですけど、いいことあったみたいな顔ってどんな顔ですか？え、ちょっと待って。信号赤になったらね。こんな顔。え、僕そんな顔してます？すっごいいいことあったみたいな顔じゃないですか。でしょ？今もしてるよ。初めて言われたな。あ、そう。じゃあそれはそれで大変だ。何がですか？だって別にいいこともないのに、まるでいいことでもあったみたいな顔して生きていくわけでしょ。私だったら無理だな。え、そんなに大変ですかね？そりゃそうですよ。私がお客さんだったら、本当にいいことがあったから、いいことあったって顔してる人を見かけたら腹が立って仕方ありませんけどね。ほら、今目の前の信号を渡ってるカップルとか。そう言われてみたら確かに腹が立ってきますね。こっちは何もいいことないのに、まるでいいことあったみたいな顔してるっていうのに。そうでしょ？はい。だったら何も嫌なことなんてまるでないのに、嫌なことがあったような顔してる方がまだマシだな。そうですね。あれ？お客さん、その顔、何か嫌なことでもあったんですか？わかります？まあ、伊達にこの仕事を30年やってませんからね。